公認心理試験に合格するために必要な勉強期間とは？いつも動画を見ていただきありがとうございます。池田です。公認心理試験に合格するために必要な勉強期間ってどのくらいなんだろう？公認心理試験に合格した人の勉強期間を知りたい。このように思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は公認心理試験の勉強期間について解説します。この動画を見ることで公認心理試験の合格に必要な勉強期間、勉強期間に影響を与える2つの要因、勉強期間を考える上での注意点がわかります。それでは本日の目次です。まず公認心理試験の合格に必要な勉強期間について解説します。次に勉強期間に影響を与える2つの要因について解説します。最後に、勉強期間を考える上での注意点について解説します。それでは早速、いきましょう。まず、公認心理試験に合格するために必要な勉強期間についてです。結論から言うと、公認心理試験に合格するために必要な勉強期間は半年です。これは、最低半年必要だと考えてください。もちろんこの最低半年というのは一つの目安であり、個人差があります。半年前よりも8ヶ月前、10ヶ月前など早く始めれば始めるほど有利です。私は第1回公認心理試験から公認心理師試験対策講座を運営していて、さまざまな受験生を見てきました。また私自身も臨床心理師指定大学院臨床心理試験、公認心理試験を受験した経験から、勉強期間の目安は最低半年だと考えています。次に公認心理試験の勉強期間に影響を与える2つの要因について解説します。1つ目は現在大学大学院レベルの心理学の学力がどの程度あるかです。2つ目はこれから公認心理試験までにどの程度の勉強時間を確保できるかです。1つずつ解説します。公認心理試験の勉強期間に影響を与える要因1つ目は、現在大学大学院レベルの心理学の学力がどの程度あるかです。公認心理試験に合格するために大学大学院レベルの心理学は必須です。このことは公認心理師のメインルートとなる A ルートが大学卒業プラス大学院修了のカリキュラムになっていることからもわかります。そのため現時点で大学大学院レベルの心理学の学力がある人は勉強期間が短くて済みます。具体的には最近臨床心理資格を取得した人や大学院を修了したばかりの人です。私が初めて心理学を勉強したのは臨床心理指定大学院を受験した時です。その時は予備校に通っていたのですが、講義は半年で終えるカリキュラムでした。実際に半年で心理学の基礎を一通り学ぶことができました。私は1年コースに在籍していたので、半年で終わる講義を2回受けた感じですね。大学院受験と公認心理試験は異なるのですが、両方の経験からやはり試験勉強に半年は欲しいですね。公認心理試験の勉強期間に影響を与える要因2つ目は、これから公認心理試験までにどの程度の勉強時間を確保できるかです。先ほど最低半年前、なるべく早く勉強を始めるという話をしましたが、早く勉強を始めても勉強時間が全く確保できなければ合格することはできません。そのため自分が試験までにどの程度の勉強時間を確保できるか計算した方が良いです。平日は何時間、土日は何時間勉強時間を確保できるか考えてみましょう。平日、土日、それぞれのタイムスケジュールを書き出すことで具体的に勉強時間を何時間確保できるかが分かります。そして1科目を勉強するのにどのくらいの時間がかかるかを考えることで、試験のどのくらい前から勉強を始めないといけないのかが分かります。ちなみに赤本やペンギン本は24章から25章で構成されています。1章を1週間で勉強するとしたらちょうど半年です。私だったら1週間で1章を終わらせるように計画を立てます。そして1週間のうち1日は予備日として、その週の遅れをリカバリーする日にしますね。最後に
公認心理試験の勉強期間を考える上での注意点について解説します。結論から言うと、公認心理試験の勉強期間を考える上での注意点は必ず余裕を持たせることです。第5回公認心理試験を G ルートで受験するのであれば、兼任者講習会を受講する必要があります。 G ルートの受験者は兼任者講習会を受講しないとそもそも受験資格が与えられませんので、受講することは必須です。つまり G ルートの方は兼任者講習会の講習時間である30時間を勉強時間とは別で確保する必要があります。また第5回公認心理試験までに年末年始、年度末、新年度を挟みます。毎年年末年始は実家に帰るなど予定がある方もいらっしゃると思います。また年度末は転勤などで引っ越しすることになり、バタバタしていて勉強時間が確保できなくなる方もいるかもしれません。あるいは新年度から新しい職場になり残業が増えて勉強時間が確保できなくなったなんてこともありえます。その他にも勉強する気が起きなかったり、スランプに陥ったりと思うように勉強が進まない時期もあるでしょう。つまり想定外の事態に備えて計画には余裕を持たせることが重要です。必ず余裕を持ったら勉強計画を立てましょう。それでは本日のまとめです。公認心理試験に合格するために必要な勉強期間は半年です。半年というのはあくまで最低半年ということにご注意ください。確実に合格するためにはなるべく早く勉強を始めることをお勧めします。公認心理試験の勉強期間に影響を与える要因は2つです。1つ目は現在大学大学院レベルの心理学の学力がどの程度あるか、2つ目はこれから公認心理試験までにどの程度の勉強時間を確保できるかです。これらによって合格するのに必要な勉強期間は変わってきます。自分が現在どのくらい心理学の学力があるのか、これから公認心理試験までに平日休日それぞれどの程度の勉強時間を確保できるのかを考えて試験までのスケジュールを立てましょう。公認心理試験の勉強期間を考える上での注意点はスケジュールには余裕を持たせることです。想定外の事態に備え必ず余裕を持ったスケジュールを立てましょう。最近はですね、 YouTube で、いろんな動画を見てるんですけども、公認心理師関係以外の方の YouTube をよく見ています。例えば一般の方の、一日の、仕事ぶりだとかそういったものを、動画で、アップしている方がいらっしゃるんで、そういう方の動画を見ていますね。めちゃくちゃ頑張ってる人がいるとやっぱりその自分まだまだだなと思って、もっと仕事頑張ろうとかそういう気持ちにもなりますね。自分のペースも大事にしながら、少しでもね、頑張っていけたらいいなとは思ってます。はい、本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。